こんにちは、翔太郎です、西日本支部の皆様、どうも、今日はですね、もう1ヶ月以上ぶりぐらいの新宿西口路上ライブでした。今日は、本家でも言ってるんですけども、なんだっけ、新曲をメインとした、構成で、ストリングスがふんだんに使われている、そしてコーラスがいいスパイスとなっている、そんな曲をですね、たくさん今日はやりました。いろんな場所から今日も来てくれるお客さんがいっぱいいまして、そのおかげでですね、僕も今日はすごく頑張れたんじゃないかと、本当に心からそう思うわけです。今日は割といつもよりはあったかく、そしてステージもお客さん側があったかく、そしてやる僕は熱く頑張れたんではないかと思います。そうですね、2月の7日、いよいよライブノート in 東京が開催されます。翔太郎はそれに向けて今準備中ですが、頑張りますので皆さんどうぞお越しください。そして大阪、2月の15日ですね、2月14日が茨城での、ライブノートですので、まあ日程的にはタイトではあるんですけど、翔太郎は大阪やっぱ好きな街でもあるし、そんなにね、今回でもう2度目になるわけです、大阪でのライブは。そんなやってくれるスタッフの皆さんに対してですね、もう精一杯一生懸命歌って恩返しというか、そういう形でできればいいなと思います。ありがとうございました。翔太郎でした。爽やか。